こんばんは、ゆかりです。今日は鉄道模型を楽しむ中で、困っている人が多いと思う問題なのですが、ポイント部での脱線問題です。ゆかり鉄道でもこれはかなり悩まされまして、ポイントを加工したり、点鉄が良くないのかと思って、注油してみたり、新しいポイントを買って交換してみたり、それでも相性なのかどうしても改善しないことがあります。ここが脱線することがあるポイントです。下り坂を降りてきて、車種によってスピードが乗ってしまい、毎回ではないですが、何周かしていると脱線してしまっていることがありました。特に前輪が軽い、蒸気機関車は前輪バネの調整をしても、どうしてもポイント部で前輪が乗り上げてしまうことがありました。車両の癖や相性でどうしようもならないことが分かってきましたので、今回は、脱線しにくいようなレイアウトに変更します。カーブポイントの手前に S140 の直線があります。ここにトミックスさんのポイント、1282電動合成枕木ポイント NPL54115SYF を設置して、アプローチを緩くしようと思います。サクッと分解します。ポイントを設置します。ポイントに限らずですが、レールに傾きがあると車輪が乗り上げる原因になるので、水準器で水平を測りながら、できるだけまっすぐ取り付けます。カーブとのつながりを調整して、カーブを曲がってきて、短い直線を入れてポイントに入るレイアウトにしました。カーブしてすぐにポイントに入ると脱線しやすいことがありました。短い直線を入れることで安定するのを狙います。高さを調整しながら、カーブも接続しました。試運転をしていきましょう。無事に曲がれましたね。加藤の C62 の特性なのか。勾配があると速度変化がすごく大きいです。電車の方でもテストしてみました。電車はもともと脱線しにくいので問題ないと思います。念のために直進側もチェックします。こちらも問題ありませんね。いかがだったでしょうか。鉄道模型を走らせているとどうしてもぶつかってしまう問題と思う。ポイント部での脱線。レイアウト変更は最終手段で、レールの角度を変えてみたり、車両側を点検してみたり、原因を探るのが先ですが、それでもどうしても改善しないことがあると思います。トミックスさんのポイントは、種類が豊富で、レイアウトの自由度が大幅に増えるので、使っている方も多いと思うのですが、複雑な形状のポイントになるとどうしても、脱線してしまうことがあります。安定性の面では加藤のポイントの方が優れているのかもしれません。その代わり単純な形状のポイントが多いように感じます。切り替えの安定性では加藤が良いと言いますね。それでもゆかり的には気に入ったメーカーのものを使うのがいいと思います。それぞれ一長一短がありますし。それでは走る姿を流しながら終わりたいと思います。よかったら、
チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。歪みは曖昧で、止まるタイミングなんて順に。